ジャパンのファッションはねある意味日本でしか生まれられなかった世界観かなというふうに思ってるんですよねだから結局そういうね洋服を着てそこをこう歩いてもまあ歩いてもというかねまあそういうのが例えば原宿日本の中でも原宿と例えば秋田とかだとまた違うじゃないですか 原宿だったら、例えばもう、ロリータの格好しててもいいし、こんなメイクしててもいいしっていう。ただ、それはやっぱり日本独自の、まあ、文化だったり、それを OK とする、あの、まあ、国柄だったり、治安だったりとかわかんないですけど、もう宗教的にタブーなところもあるし、そういう格好してたらもう、なんか、ね、 さらわれちゃうかもしれない国もいっぱいある中、日本はやっぱり夜のね、10時とか、12時とか、深夜でも店が開いて、若い子でも自由に歩いて表現、そういうファッションを表現できるんで、何でしたっけ、質問。<laughs> 何でしたっけ、えー。来るジャパンファッションとか、そう、はいンって、どういう風に捉えられてるかあ、だからそれはだからそうですね、だから日本、日本の風土でしか、 表現できなかっったことっていう僕はすごい日本独自って言われてるのは本当そうなのかなと。で今いろんなねパリとかアメリカとかでなんとかお茶会みたいな感じでようやくそういう場所があってできるんですけど日本はそれが普通に日常としてあのー、来て街を歩けるというねそういう風土なんで僕は 非常に面白いファッションの方向性とかだと思います。